掛川信用金庫は、静岡県掛川市に本店を置いていた、日本の信用金庫である。本店所在地は、静岡県掛川市亀の子2丁目203番地。二宮尊徳の皇帝である、岡田良一郎が、地域振興を目的として1879年11月24日に、設立した、官業資金積立組合が前身である。 静岡県遠州地方の中部から東部にかけての中東園地域を中心に掛川市、菊川市、お前崎市を主体に牧野原市、袋井市、岩田市、吉田町の6市1町に24店舗と1出張所を展開する。キャッチコピーは中東園のコミュニティバンク。通称は掛信。2017年11月29日。 島田信用金庫と2019年3月をめどに対等合併すると発表した。新金庫の名称は島田掛川信用金庫とし、手続き上掛川新金を存続金庫とするほか掛川新金本店を新金庫の本店とすることも発表した。また役員人事では新金庫の理事長に掛川の伊藤理事長、 会長に、島田の市川理事長がそれぞれ就任する。2019年6月12日、東海財務局より合併の認可を得る。日本国内の金融機関としては、初めて、東金庫では振り込め詐欺対策として、ATM コーナーでの携帯電話の使用は、ご遠慮くださいという旨の告知を、ATM コーナーに掲示している。さらに、東金庫のキャッシュカード利用者に対しては、 任意で ATM による振込機能を停止するサービスも行われている。配分以降は、その他の代表的な役職を示す。静岡島田、掛川良信勤が合併発表、預金量圏内3位に、朝日新聞デジタル、httpww.asafi.com、articles、a s k 6 4 h a f a k k u k s h トップ NHTML2017 年12月3日、閲覧。名称は、島田掛川信用金庫合併正式発表。理事長に、伊藤氏。静岡新聞。 http コロンスラッシュスラッシュ www.at-s.com スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュエコノミースラッシュ静岡スラッシュ 431342.html 2017年12月3日閲覧。島田掛川新金の合併認可。日本経済新聞。2019年6月13日閲覧。希望者に振り込めないカード。 詐欺対策で掛川信用金庫。ありがとうございます。